皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はニトリの購入品紹介をしたいと思います。買ってきたのはこちらです。早速ね、開けてみたいと思います。今ね、ベランダキャンプが流行っていて、キャンプグッズがものすごく売れてるらしいんですけど、これもテレビコマーシャルでも見たし、ネットのチラシでも見たし、いろんなところで見たんですけど、欲しくて買いに行ったら入荷ができないっていうことで、しばらく待ってて、やっと今日届きました。ニトリにね、取りに行ってきました。何だと思いますか？これがね、このような形でここに入ってるんですけど、持ち運び自由です。下にもポケットみたいなのがついているので、ここに入れてもらいます。あ、めっちゃ簡単。すごい楽、早く買っとけばよかった。これのね、ニトリはこれのブルーと白とあるみたいなんですよね。これがバタフライチェア。それともう一つ、ニトリの低ウレタンパッド、これはこの下に敷くやつ。低反発なので、ほら、すごい柔らかい。で、柔らかいのを引きまして、これを上に乗せると、まあいい感じですよ。こんな感じです。マットがあって椅子、可愛くないですか？もう1個組み立てます。今回2個買ったので2個組み立ててみたいと思います。めちゃくちゃ簡単。これだとどこでも持っていけるので、山にもいいし、川辺でもいいし、公園でもいいし、どこでも持っていける。引っ掛けるだけ。背中に引っ掛けて
とてもいい感じですよね。椅子を2つ並べてみましたけどどうですか。でこれ IKEA で買ってきたテーブルなんですけど、組み立てれるやつ、こんな感じ。これをここの横に置いてみると、ここでコーヒーを置いたりして座って飲めるのでいい感じ。外のアウトドアにもぴったり。椅子に座ってちょっとテーブル低いから、このくらいあった方がいいかな、このくらいあった方がいいかな、こんな感じでテーブルを持って行って外で食事したりしても楽しいかもしれないです。家の中でもいいし、ちょっと明日お天気が良かったら外にもこれセッティングしてみたいと思います。